ういっす。なんかムカムカすんな。やっぱツイッター見るとやっぱムカムカすんね。ツイッターアレルギーなのにツイッター中毒っていうね。むちゃくちゃですね。変なの。いやー、なんで俺ツイッター嫌いなのにツイッターやってんだろう。でも可愛い絵とか見たいからさ。なんか昨日今日でもツイッターポイズン受けすぎた。うん、ポイズンツイッター、ん？ツイッターポイズンなんてないよな。なかったね。ツイ毒。電話来てる。大丈夫かな。遠くで聞こえねえ。ツイッターじゃねえ。電話が来てることは分かったけどね。おばあちゃんの声だから。多分、おばあちゃんがね、電話 してきたから。留守電でおばあちゃんの声が乗っちゃうとね、いけないから。うん、俺もう出たくないな。もうここ。あれ、俺、喫音症になっちゃったかもな。まあいいや。じゃあもう、まあいいや。喫音症バカにしてるでしょって思うでしょ。違うんですよ。バカにしてるんじゃなくて、めちゃくちゃどもれば治るんじゃないかなっていう。裏返る？うん。じゃないかなって思ってな。もうなんか体のパワーが抜けてる。なんだろう、風呂入ってない、飯食ってない。俺飯食ってないの。なんかもうさ、ケーキいっぱい買ってさ、俺洋菓子好きじゃないんだけど、ケーキってめちゃくちゃうまいじゃん。だから俺洋菓子好きじゃないのにケーキは食っちゃうんだよ。でも俺さ、ケーキってスポンジマジでいらないよな。あいつは何のためにいるんだろう。ムカついてきたな。てなわけで、あーなんかツイッターなんだろう、なんかこのふにゃふにゃ感なんだ。あー、これなんだ。普通に風邪ひいたかな。インフルエンザ嫌だな。風邪ひいたかもしれない。うわー、もういい、風邪嫌だよ。俺予防注射打ってないんだよ、病院行きたくないから。予防注射じゃないよね、予防接種だよね。まあインフルエンザって思い込んじゃうと思い込みインフルエンザになっちゃうかもしれない。思い込みの力によってできた新型インフルエンザが俺初でね、かかってしまうかもしれないので、ね、気楽に行こう。いや、風邪だって嫌だな。俺風邪って辛いじゃん。俺辛いこと嫌いなんだよな。まあもうムカつくわ。まあいいや、ムカつくことあんな。やっぱ俺イライラしてんのよ。やっぱイライラ病なの。イライラを閉じ込めてきたよ。イライラしない人ってかっこいいじゃん。でもやっぱかっこよくなろうとしちゃダメだ。俺無理だ。イライラしてしまう。イライラしてまう。いや、そういうことでね、俺ちょっとね、俺のやっぱイライラを隠すのはやめよう。なんだかんだ言って俺はイライラするもの、ダサいとかじゃないんだよ。だってそういう症っていうか、まあそういう星のもとに生まれてるんだからしょうがないよな。何がダサいだよ。腹立ってきたな。なんでダサいって言うの。それも一つの個性じゃんね。嫌だな。まあでもイライラするな。ツイッターなんでやめないかってね、もうエロが見れるからさ。エロ絵、まあ柔らかく言うと可愛い絵ね。ダメだ。
ツイッター見ちゃダメだな。ツイッター見ると心がざわざわするわ。ざわざわ森のがんこちゃん、なんでざわざわしてんだろうその森ね。あれざわざわ森だっけ。ああ目降るこの季節は、うん、歌うわ。ちょっと今俺気分落ち込んでる。昨日から気分落ち込んでるな、ツイッターのせいで。うん、でもツイッターって言葉を発するだけで気分悪くなるわ。雨あがりのなんだっけ、星降るだ、星降るよぞ夜に騒ぐね。星降る夜にを聞きたいね。星降る日に騒ごうじゃん。雨降るこの季節はきっと夢まだ叶えられず、傘一つ風強くてぎゅっと手をつないで二人だけで抱きしめたら答えが出た。このままではいられないよ。片隅で黙るとき駆け寄ってくれた、それが君だった。忘れられないから、星降るこの夜空の下でじっと目を見つめて光見えた。瞳の中神様に聞いた、さよならとかいらないから、いつまでもそばに。省略したわ。あー歌歌っても気持ちは晴れないな。いでりり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 りだー、人気になりたいよーみたいな感じの動画撮りたいの。誰か見てる？見てみたいな感じのさ、ちょっとさ、そういう動画撮りたいけどもさ、もうやりたいこと喋ることしかないの。もうなんかさ、ダメなんだよ、俺は。そういうことができないね。不器用な人間かっていうとそうじゃないな。別に人気にはなりたいけどさ、どういう方法だったら俺は、うなずくんだろう。うなずくっていうか、まあいいや、喋りたいんだよな、ただただ。ふぅー、喋りてぇ。喋ってるわ。夢叶った。拍手俺したくない。拍手好きじゃない。拍手ってさ、やっぱみんなでするから拍手だよね。いや、まあそんなことないけど。全然そんなことないけど、一人でやっても拍手は拍手、みんなでやっても拍手は拍手。あーかゆい。風呂入って飯食わなきゃな。なんか最近飯食ってねえんだよな。なんかもう全部凍っててさ、肉が。飯食えんのよ。おー、ファンタスティック。いった。
あーマジで気力がないな。カニ使いたくなくてもダークンブルーのね、サイヤ人編じゃなくて、ピークンダーマフルフレンのカラー版を買ったんですよ。あおもろかったわ。ダークンブルー皆さんも一緒にダークンブルーね、いい発音風で全然発音良くないっていうね。ああわかんないよ、俺正しい発音とか知らんし、適当にそれっぽく言ってるだけ。いやーそれっぽいのは楽だな、何もしなくていいからな、別にそれっぽくやるだけ。それっぽくやらないちゃんとしたものにやろうとするとやっぱ準備があるから、その準備ってすごいめんどくさいじゃん。まあ準備を怠るからダメなのか。もうというかさ、めっちゃ唇痛い乾燥で。ちょっとね、なんか一旦唇のクリームってさ汚いらしいじゃん、肌にこすりつけた。やることね、退屈だ。退屈だな。退屈にやられるよりは興奮にやられたいんだらしいです。引きこもっててっちゃ楽しくないな。やっぱ外出たら楽しいわ。あー早くこの街から出てかなきゃな、本当に。あーまあ人気になれないって言ったらなれないのかな。まあいいや、なんか人気人間もうそれもめんどくせんで縛りなんだよな、そのなんか思い込みがどうちゃらこうちゃら。人気になれねえなやっぱり。あ痩せてないとまずなんか人気になれないよね。もう漫才みたいにもうさバチクソ面白いことすれば全然違うんだろうけどさ、いやおもろいことしたいな、おもろいことするわ。あおもろいことしてた。なんかムカつくんだよな、芸人が正義で、いや芸人以外は面白くないっていうのもムカついてきたな。俺面白いよ、だって俺芸人を見てる俺が面白いって言ったから面白いよな。まあでもその分析、まあ分析もどき、まあ俺分析多分できないな、多分ね。でも全然できないな分析。しょぼい分析しかできねえわ。すごいな分析できる人。まあでも自分の動画がなんで面白いかって思うと、やっぱ自分の好みの笑いの、まあ、始まり的なね、ものをやってる。自分のが面白いと思うものだけをやってて、その面白くないな、それ好きじゃないなっていうのが何一つとしてないんです。完璧なの、うん、あとは技術だけ、技術とかその他もろもろ、レベルとかランクとかね、そういうものだけ、ランクレベル次元、そういうのを上げていこう、上げていこう。なんでグーなんだ。上げてくって感じで、あと初歩的な滑舌とどもりとか、喋ってる間の間が長いじゃん。まあでもそれも一つ楽しんでくれっていう。なんだかんだ言って俺生活音好きだからさ、俺がいない間のこの何もない状態、それがそのラジオだと音だけだとおもろくないと思うのよ。映像あってこその生活音っていうか、生活音だけ聞いててもさ、そんなこの音は何の音でしょうクイズじゃないんだから、映像を初めて見せての生活音だなっていう自己正当化。うん。でも自己正当化もなんかな、なんか全部ムカついてきたな。多分今俺は、嫌な大人が心の中に増えてきた気がする。だからちょっと疲弊してんだよ。もう、そいつらのせいだよな。だからこの現代ってやっぱり、最強に信じ込むことや疑わないことってできないよね。ネットの奴らとかで。だって一度そういう考え方を見ちゃったらさ、自分の中でもそれ、だって俺も別にずっと、最初からそうだったわけじゃないの。俺もね、はじめ社長、不倫最低って言って、みたいなノリで、ユナチャンネルモノモースみたいなよくわかんないことしてたんですよ。なんで俺はあれに怒ってたかわからないけど、まあ、世の中が怒ってたりしてるからで、別に俺もキッズチャンネルとかどうでもいいの。世の中が怒ってるから、その自分やっぱ考えを持たない人間だと同調されちゃうのよね。
同調に流されるから。だってユナチャンネルだって別にどうでもいいじゃん、誰が何やったってどうでもいいの。でもなんでどうでもよくだかっていうかっていうと、やることがなかったから、アイデンティティっていうか個性っていうかないから。今は喋ることとか そもそも俺が YouTube やってるからどうでもいいの、もうやらなきゃいけないことっていうか、まあ楽しくてやってるよね。嘘でもなんか仕事でもないよな、結局本当に遊び、マジで楽しい。でも趣味っていうとなんかムカつく、趣味って言葉あんま好きじゃないな、楽しいことやってます。喋ることが楽しいな。いや、なんでかってやっぱ俺は俺のこと好きだから、俺が喋ってるのを俺が聞くっていう、その2個やってんのよ常に。俺が観客であり、俺が観客じゃない側のこいつね、観客に何かやってる側。お腹空いてんだ。前もさ腹空いたっつってやめたもんな。でも俺お腹いっぱいになると絶対にできないのよ。何食おう。いやー家にうまいもんねえわ、カスしかねえ。泣きたーい。あーなんか全部にムカついてきた。俺はやっぱ自分のイライラを封じ込む、俺やっぱその、ね、短気なんですよ。うん、でもなんかやっぱ短気なやつかっこ悪いみたいな風潮あるじゃん。でもしょうがないもんな、そういう特性だからさ。だからもうかっこいいとかかっこよくないとかで考えるのやめようかな。ちょっとなるべくかっこよくは痛いけど、イライラも俺の特性だしな。なんか生まれ持って短気なんですよ。うん、チビだから短気とかじゃない。ひどいよな、チビだからどうなって。俺のこと悪く言わないでくれ。もう悪く言われんのはもう嫌だ、辛いよ。うん、あ、統合失調症か。統合失調症か。あ、たやばいよ、マジで病院行かなきゃな。あー統合失調症かもしれない、誰も何も言ってないのに。でも俺の統合失調症ってどっちかっつうと、誰かが言ってた俺の類似点の悪口がどんどんこうふわん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 って流れてる感じだ。あー流さなきゃ。でも俺病院行きたくないんだよ、きつ。あでも単純に腹減ってるからね。何食べようかな。いや何も食いたくない、家にうまいもんがない。歩いてなんか食いに行こうかな。あーそれがいいかな。あーでも嫌だな、街出たくないな、腹立つな。バカみてえにさ高い部屋、ディズニーでなんか年越しって高いのよ。買い上がってお父さんがディズニー行きたいって言うからさ、俺たちが行って羨ましがったのか、なんか YouTube で見てディズニー行きたくなったのか知らんけど、まあ旅行したいから、でも他の旅行だと嫌だねってなるから、俺のそこそこ好きなディズニーって選んでくれたんだと思うけど、これすんげえ高えの。うーん、なんかやめてほしいな。でも無理だよ俺、どっか行けないもん。俺が稼ぐしかさ、ここから抜ける方法ないけど、俺仕事できないんで。あ、仕事したくないし、本当はできないんだけど、できないって言うと嘘ですけど、どのコーナーなんで、俺できないし、俺また仕事やったらまた終わっちゃうから、無理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 。仕事なんて辛いことしたくない、仕事しないで生きていきたい。無理なの、仕事アレルギーなんだよ。だって学校で無理だったから俺。うん、相当楽しい仕事じゃないとやりたくないな。なんかないかな。あと俺責任が嫌いなの。いい責任ってないかな。責任嫌だな。ほんと責任嫌だ。無理だって俺、精神病だからさ、それ言い訳にすなって言うけどさ、ムカつくな。お前だっていっぱい言い訳してるくせに。ムカつくない、自分のこと棚にあげて喋んなよ。お前も含めての論だろ。ムカついてきた。あ、これも統合失調症なんでね。言われてないのよ、そういうことでしょ。おい、統合失調症やないかい、これ。糖質やないかい。ね。軽度の統合失調症だ。いや、重度多分。俺が、なんか、気力が強すぎんのか分かんない。理性が強すぎんのか分かんないけど、絶対重症なんだけど、重症じゃない。それがもうちょっと負けつつある。負けちゃうよ俺。無理無理。あの本当楽しいことやってらんないで生きてらんない。危ねえんだもんだって。ああもう
黙れ、ほんとダイエットとか、うん、一応筋トレはするけど、やっぱりご飯もちゃんと食べる、うん、無理だ、無理なんだよ、腹立ってきた、コアラコアラし人のせいにするっていうけどね。いやー、でもあの人がね、血糖症でお腹がどうのこうのって言ったけど、無理なの、それは普通の人ね。俺ダイエットできないの、うん、分かって、俺ダイエットできない、でも一応筋トレはやるよ、うん。でも今無理だ、ほんと辛いからな。だ、なんか辛さがまた1段か2段くらい上がった。退屈って今まで思ったことなかったのね。退屈とはね、思いかけてたんだけど、完全にはなんか退屈だなって思い始めた。なんでだろうな。あー、いや今日寝てないだけか。あ、俺睡眠時間が分かんねえのよ。寝たと思ったら、その寝た分は昨日の分のね、で今日の分は寝てないみたいな。あ、なんかもう全部分かんねえから、まあ別にいいか。うん。あー、まあ楽しいことだけやろう。もう俺辛いから。精神病治します。うんちうんちうんち。喋るの楽しくないのかな。うん、でもなんか喋んなきゃいけないっていう脅迫観念みたいなのもちょっとやんなくてもいいかもな。なんでだろうな。あ、元気がないんだ俺多分。今飯も食ってないし。飯食うわ、ちょっと飯食べてくるよ。動画映して飯食うのめんどくせえからね。あー、早くなんか楽して金稼ぎたいな。そして一人暮らししたい。でも俺何もできなかったやべえな。うん、それか家を増築してここに家作るのもありだな。それは違うな。だってこの町から出ないと俺外出れないんだよ。外出るのは好きなんだけど、あの本当に身内とあの学校のジャージがあのトラウマなの。制服とジャージがもう学校辛すぎて、うん、見たらおかんがする、うん、おかんがする。おかんって言うっけ、圧巻だっけ。まあいいや、だから辛い。この町から出てくるんじゃないのにな。俺は重要視してるはずなのにさ、やっぱその重要性が伝わってねえんだよな。ムカついてきた。でも俺は働かなきゃいけないんだろうけどね。無理無理無理。働けなーい。でもそうやってみんな辛い中生きてんだな。いや、俺は辛い中ね。みんなができないことします。みんなができないけど俺にできること。楽して生きて楽しいことだけする。それができると思うな。だって現に今できてるし。それは違い、今できてるだけでやっていいけど、わかんないよ。まあでも俺には耐える才能がないので、我慢の才能はないんで。俺は我慢すんのやめた。チンポ出しちゃおうかな。あ、でもチンポな、チンポ出すのやめとくわ。何食おっかな。金なくなるのが、金なくなるのがちょっと辛いな。辛い。いいか別に、我慢してるから。我慢すんのやめた。ちょっと俺辛い、吐き気してきた。うん、何飲もうかな。あー、辛い辛い辛いって最近言ってるから辛い。そう、それだ。いや違う、マジで余裕なくなってきた。飯食ってねえと全部ダメになる。飯食うわ。何か俺がニコってなるもんないから。ないわ。なかった、残念。ってなわけでね、やめたくないな。楽しいんだよな、動画撮っときたいんだよな。ちょっと寝るわ。ツイッターがゴミカスだから、ツイッターやめようかな。ツイッターやめたいな。あー、ツイッターやめなきゃっていうのも一つの頑張りなんだよ。頑張ろうとしてるし、悩んでるし、悩んで頑張ってんだよね。悩むことも頑張ることだし、それ以前に頑張ってるし。でもその頑張りって、いやおめえ頑張ってねえだよって、それは俺の主観的な考え方、俺の中での頑張りね。別にみんなの中の頑張りと比べるなよ、アホな。俺の中にはあなたたちにとって当たり前にできることも頑張らないとできないんです。うん、チンポ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 チン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 。でも今ちょっとクリスマス終わったけど、クリスマスの歌を歌うわ。チンチンでチン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 
チン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 、ああうるせえなボケ。キングオブアバランなんたら。あーもう頭おかしくなっちゃった。ちょっとなんとなくツイッター消すわ。インスタグラムも消しちゃおうかな。うるさいな。ちょっと音消すわ。パイポパイポパイポパイパイパイポパイポのツンツンツン。もう今疲れちゃってユーモアが死んでるわ。でも昨日言ってな、俺ユーモアが死んだ日って。え、もしかして俺本当にユーモア死んじゃった。本当に昨日がユーモアが死んだ日になっちゃった。それやだな。ユーモア蘇れ蘇れユーモア。どうも羽島清志郎です。昨日言ったっけな、俺がユーモアの帝王だよってこと。わかんねえや、多分言ってねえかな。あーツイッターやりたくないけど体が勝手にツイッターやっちゃう。もうツイッターやっちゃおうかな。うん、不快になったら全員ボコボコにすればいいし。イエーイ、チン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 え、俺ザ・ボーディーズのこと最初ザ・バドウィンプスだと思って、次はザ・バウンディーズだと思ってたと思ったらザ・ボーディーズだった。バウンディーズじゃねえのなあ、俺2回間違えたんだけど、ザ・ボーディーズなの？ザ・ボーディーズ、ザ・ボーディーズ、何最初のザ・バドウィンプスって。俺2回も間違えたんだけど、だってずるいんだもん。検索はバドウィンプスは全く引っかかって、じゃあ俺もういいや。俺ザ・バドウィンプスの
ザ・バドウィンプスのザ・バウンディーズです、ザ・バドウィンプスの、バウンディーズです。はい、そういう感じでやっていますよ。ちょっと元気になった、大きな声出した。ザ・バドウィンプスだと思ってたら、ザ・バウンディーズって調べたら、あ、出たねーって思ったらザ・ボーディーズでした。うわー、あー、もうマジで頭おかしくなっちゃった。規制しか発さなくなっちゃった。あー、こうやって人間壊れていくんだよ。みんな気をつけ、みんな気をつけるの。気をつけ方は教えられないけどな。あー、みんなも気をつけになってほしいとかじゃなくて、あの気をつけ方がわからない。うん、わからないの。でも多分ちょっと単純に寝てないんだよな。寝てなくてご飯も食べないなら人間俺すぐ壊れちゃう。寝るかー。でもドラゴンボールみたい、ドラゴンボールみたい。でもうちにあるご飯まずい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 。1日2回もお味噌汁、お味噌汁じゃない、お茶漬け食べたくない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 。あー、てか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 って言って、俺は今ジャングルジャミンのね始まり方をしようと思ったけど、それはモンドロッチャね、エースロッカーです。エースロッカーの始まり方なんだっけ、始まりの曲知らねー。いてて、はあ、マジでユーモアが完全に死んだ。ツイッターのおもんないやつらのせいでおもんないのは感染した。なもう昨日までの面白かった俺返せ。無料公開中、週刊少年ジャンプ連載作品を読んでみよう。じゃねえよなあ、俺のユーモア返せっつってんだよ。うん、ユーモアが奪われた、つまんない奴らに関わってたせいで、つまんない奴らに均等に分けられたせいで、でもつまんない奴ら、俺のスーパーウルトラユーモアがどんどん消費されていく。あれ、なんか今日の俺面白いってなって、ちょっとずつ減ってく。俺はユーモアをめちゃくちゃ持ってるし、維持する方法も維持する才能がある。てか維持するっていうか、どんどん大きくなっていく。つまんない奴ら返せよ俺のユーモア。お前らが使うとすぐなくなるんだよ。うまい使い方があるんだよユーモアの。お前らは器じゃねえんだよ面白いやつの。つまんないことやってけボケ。本当に怒ってるけど、怒ってるものが意味わからなすぎるからギャグとして成立するっていうのはありますかね、ならないか、ならないのか。俺怒ってる人嫌いだけど、やっぱもう俺は矛盾人間になる。やっぱりね、矛盾点めちゃくちゃある。俺怒ってる人嫌いだけど、やっぱり俺いっぱい怒りたい。怒りてー、笑顔で怒っていこう。別に、はあ、飯食おう。何食おうかな今日。ちょっとなんか今日は豪勢にうまいもん食おう。ピザ食うがちょっと今日も危ないから、俺心が今日ピザ食おう。かゆっ。 Only you I あちんか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  I あちゃ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  Why ねちー Why つ We want a little with you Whoo One day in the ones in the weekend zone, the wind against the wind, did it? One's wing in the ones in the one in the I wanted winding zone on when them away. A chicka 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 away. A chow 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 chow, what it is this? We see we born in the you. Who? Who?頭振ってた。やっぱみんな本物のキチガイは見たくないんだね。いやーでも無理、俺本物のあの偽物のキチガイにはなりたくないんです。正真正銘のね、みんなが見たことないようなキチガイのせいで誰も見てくれませんでした。あ、まあでも見て出したじゃないんだけどな。これからも見られる可能性はあるので、まあその時みんな見てくれ。あのごめん、まああのお前らがちんたらしてるから、うん、時代もちんたらしてるし、お前らもちんたらしてるから一生追いつけねえよ俺には。なあ、うん、
かけっこめちゃくちゃ遅いけどセンス早すぎ、超光よりも速えよ俺のセンス、進む速度は。うん、残念だったな。逃げ切ってやるから待ってろよ。うん、逃げ切ってやるから待ってやろ、待ってろよ。むちゃくちゃだ、おら。めちゃくちゃ面白いな。天然でこんな面白いことです。逃げ切ってやるから待ってろよって。あんま追いつかれたくないのかな。面白っ。面白いな、やっぱ。ダメだ、俺、芸人より面白い。うん。でも、芸人さんは芸人さんの、俺とは違う、めちゃくちゃすごい面白さがある。これでよくね。俺は芸人さんの持ってない、めちゃスーパーユーモアを持ってて、あの人、あ、芸人の持ってないウルトラユーモアを持ってて、芸人さんたちはウルトラユーモア。でも、みんなが見ても面白いって思えるくらい面白くなりたいけど、そんなわかんない。俺の主観でいいや、もう。俺が面白いって思うもの以外作りません。なんでかって、虚しくなるので。うん。企画はやらない、喋るだけでいいな。やっぱ企画を作る才能がなくなった。なんでかってね、多分なんでだろうな、なんかちょっとした結論が出たんだよな。ああれだ、俺はなんだろうな、これは本当かどうか分かんない。あの、俺は本当だと思ってんだけど、その喋るのが好きすぎて俺ずっと頭の中で喋ってんの。だから頭を休める時間が全くない。うん、で妄想とかしすぎてめちゃくちゃ頭が熱くなるの、顔が。ずっとエロい妄想とかさ、空想ワンピースの妄想して、熱いってなる。妄想しすぎて、頭を酷使しすぎて、まあ、そんなこと多分関係ないと思う。単純に俺が、あ、そんな熱くなかった。痩せたいな。でもさ、もう俺痩せれないわ、他の町行かないと。あー、誰もいない、やっぱお菓子のお店行きたいな。誰もいない無人店、早く無人店入らねえかなって思ったけど、客もいないでほしいんだよな。あ、でも知らない客ばっかり。いや、客は少なめでいいよ。うう、最近なんかもう俺さ、イヤホンの調子が悪いっていうか、なんか慣れないイヤホンの剣を買っちゃった。剣じゃない、線ね、線を買っちゃったからさ、耳のさ、当てがってが悪いのよ。当てがってって適当に言ったんで、あの、このフィット感っつうの、収まり雰囲気が悪いから、どうにかなんねえかな。もうエアポッツ買っちゃおうかな。うん、絶対買わねえけど、あんなバカみたいに投げるの絶対買わねえからな。めっちゃ欲しいけど、だってもう最高じゃん。あー、最高ー。あ、耳塞ぐと大きい声なのに、コツなんか、あれあれあれ、あー、やめた、飽きた、一瞬で飽きた。チンポチンポポチンポポチンポチンポポポチンポチンポチンポポチンポポチンポポポチンポチンポチンポポチンポチンポポポチンポチンポチンポポチンポポチンポポ。